女優の足立理科が26日、手話パフォーマンス優とハンドサインの立つ年齢非公開との結婚を発表。同日午後、都内でツーショット会見を行った。二人はこの2婚姻届を提出。双方の所属事務所が発表し、近年、著名人のツーショット結婚会見は珍しい。立つは黒のスーツ、足立は薄紫のワンピースで等。そして、 手話の通訳が同席する中で会見がす、とした。はじめに、立つが、本日はお忙しい中、ありが、うございます。今日は、私たちのためにお週間、いただきありがとうございます。これからき会見を始めたいと思いますと挨拶。続く、手あだちが笑顔で、あだち理科です。私たちのため、急遽お集まりいただきありがとうございます。すっと二人とも手話と声で挨拶。 それぞれが、育をサポートする共同作業を見せた。通訳、同席しての会見について立つが、聞こえる人にも、聞えない人にも届けたいと思って、このよう、形での会見を開きました。私たちの声を主は、通訳させていただきますと説明。その姿を足、はやさしい笑顔で見つめた。会見最後に行われ、フォトセッションでは立つが、二宮金次郎の末裔、いうこともあり、 あだをおんぶする、二宮金次スタイルも披露。あだは、本日は、ありがとうごいました。これからも仕事続けていくつもり、ので、一緒に、夫婦二人三脚で頑張りたい。皆さん、とお仕事する機会あると思うので、よろしく、お願いしますと万感の表情で挨拶。続け、たつは、朝の十時にファックスして SN、SNS 見ると、あだと誰が結婚した、だと。 足立と結婚して恥じないよう、頑張りた。この機会に手話を知っていただければ、素敵、未来を築けるように頑張りたいと、知名度で、うと、格差婚であることを自ら語り、今後へのき込みを力強く語った。あだちは1992年10月16日、誕生。2007年、32回ホリプロタレントスカウトキャラバンでランプリを獲得し、 8年にテレビ朝日系ドラマ、来光しめぐるで、女優デビュー。天真爛漫なき、らで、様々なバラエティ番組に出演し、NHK 長、ら、あまちゃんで、有馬めぐ役を演じ、女優都市もう注目を集めた。達は、神奈川県出身で、江戸時代、農村の復興に尽力した、二宮金次郎の末裔。2 0 0年、カルシュ話パフォーマー、ハンドサインを結成し、 歌とスト、とダンスに手話を取り入れた活動を日本、最初に始め、新しいパフォーマンススタイを確立した。2010年には、エンターテイメントの、とと言われる NY アポロシアターのコンテスト、ア・チュアナイトで優勝。2017年、実は大元に制作した曲、僕が君の耳になるが、スマッシュヒット、6し、2021年に映画化された。